ハイシパーブウェブラジオハイシパーブのハイハイキャスト。シューパーハッピーハイシパーブのリーダーレオです。シューパーハッピーリョウです。ということで今週はこの二人でお送りします。よろしくお願いいたします。さあ、はい、レオとリョウペアということでね。はい、うん、もうこのペアだとあれだね、まあ、もうハイチーズの感覚じゃない、感覚になる ね、 ね、多分まあハイチーズでもね一番多くやってんじゃないかな。あ、ほんと、うん、なんかリョウとヤンカ結構やってる感がすごいある。マムちゃんとかオミちゃんよりもやってる感じするな。あ、ほんとですか、うん、僕ね多分ね順番的な話なんですけど、うん、オミくんと2人でやってないかも。まだ。マジで？まだまだやってない。うん、あー、じゃあどんな回になるのかちょっと今後楽しみです。もう一人語りでしょ。いやでもね意外とね振ってくるよみたいな。でもりょうくんはどうなんですかっていうキラーパスあるから。自分がやんなきゃいけないってなると出してくるかも。そう、まあ、おみちゃんのね好きなテーマとかね結構こう入り込みづらかったりとかする。あ、なんかちょっとおみちゃんの好きなものとか共通の趣味とか、はい、なんか探って持ってった方がいいかな。事前にじゃあなんかこうなんかネタ持っていかないとおみちゃんの本当の一人トークが始まっちゃうから。きついな、結構強いんだな。そんな回もちょっと楽しみですけどね。はい、ってなわけで2022年もうね年明けて1ヶ月過ぎてますけどめちゃくちゃ早いですね、うん、早いね。もうだって2月来て、うん、もう寮の誕生日が来て、いやだからまた年をで重ねるわけですけど、うん、1年早かった。早かった。早い早い。なんか、ね、誕生日に感じるでしょやっぱり。なんかね年々ね早一ヶ月ぐらい早くなってる気がする。ちょっとずつ短く。来るスパンが。うん、もうみたいな。いや本当にもうなんか一週間とか言い過ぎだけど、うん、それぐらいの速度で。多分この間祝ってもらった気がするみたいな。記憶がね鮮明に覚えてたりとかするじゃない。ああ、ありますあります。あの風景とかもさ、うん、あれ1年前っていう怖さない。うん、で最近さ配信パンチでもさ、うん、あの毎月あのメンバーの誕生日の月はさ。うん、お祝いしてもらうみたいなイベントあるじゃないですか、うん、なんかあれも3ヶ月ぐらい前にやった感じがするんだよね。いや俺の回みたいな。いや分かるわ、うん、めちゃくちゃ分かる。そうそう、なんかあれもうプレゼント選んでんなみたいなさ。そうそうそう、なんかもらったけどまたもらえるんだ。そうそうそうみたいな。そうなのよ。でも1年経ってるみたいな。経ってんだよ、うん、怖いね。めちゃくちゃ早いけど、はい、どうですかあの今んとこ2022年、うん、2022年どうですか今んとこ。今んとこいやまあまあまあ調子いいよ。2022年調子いいよ。はいはい、はい、まだなんかまあね、まあ、まだまだ気をつけなきゃあかん部分はあるけど、うん、でもなんかちょっと2021年よりはなんか明るいイメージはあるけどね。うん、まあ、まだ始まったばっかだしね。始まったばっかだしなんかちょっと笑顔が増えたなって思う街中でも。うん、うん、マスクの下では笑顔だなっていう感じがすごいする。感じが伝わる。うん、なんかそのもう路頭に迷ってる感じがないというかさ、うん、目標に向かってみんなが一生懸命歩み出してるっていうのがさ、まあ、どこの現場でもさ、うんうん、なんかあるなっていうのは俺は感じるから。確かにね、みんながなんかこう順応してじゃないけどさ、そうそうそう、前向きなマインドになってはきてるよね、うん、全くだってさライブできなかった時期とかもあったわけじゃない、うん、でもその去年の暮れ頃からさライブとかできてさ。そうね、そう考えるとね、うん、なんか考え深いものあるけど、うん、確かに、うん、どうですか2022年の調子は。りょうくん、いやなんか家にいんなって感じ。いんな、いやいいじゃん、素晴らしいことじゃない。いやなんかさついにさこの なんていうのこのまあこういう状況なステイホームみたいなさ、うん、まだ続きますね、こう、うん、状況が続いてさ、僕はようやく最近なんかこう確立してきたというか、うん、そのホームルーティーンみたいな、はいはいはい、その家に帰ってなんかこういろいろ風呂入って、うん、で、はい、映画見てみたいな自分なりの過ごし方ね。そうそうそう、うん、今まではなんかこう暇さえあればさ、うん、なんかこう友達の家行ってみたいなのが好きなタイプだったんだけど、もともとはね、そう、うん、なんかこの自分の中のさあのなんか生活習慣が変わるというか、はいはい、なんかそれになんか対応やっとできてきたなみたいな感じはある、うん、そうね、家でできることってこんなにあるんだっていうのも、ね、そう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 、探しがいがあるよね。うん、まああとはなんか家にさいる時間が長くなったから、うん、なんか逆に寂しがり屋になったのよ。おーおーおー、その家にいる時間長いほどちょっと外に出た時にさ、はいはい、なんかあーみたいになるというかさ。わかるわ、うん、でもなんか気持ちわかる。そうなんですよ、なんかまああれだけどさ、その日本に住んでるとちょっとシャイボーイシャイガールになりがちじゃない。だけどなんかその海外の方々見てたらさ、なんかちょっと結構、まあ、笑顔でイエーイってさ、はい、なんか挨拶し合ったりとかするわけじゃない。なんかそういうの見てて
なんか日本ってなんでそんなことしないんだろうなと思ってたんだけど、うん、なんかこう寂しがり屋にみんななってからさ、うん、人と会った時の爆発具合がさ、そうそうそう、ちょっとね海外チックになってきたりとか、イエーイみたい な, オーバーリアクションにね、そう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 、いいことではあるね、いいことではあるな、うん、なんかそのありがたみをその感じる、そうそうそう、より感じるというかさ、うん、普段からそうしていきましょう。そう ね、なんかその分こうみんなと会えた時の爆発力は上がってるかも。仮になんか、まあ、収束してもそういうのが続くといいですよね。どうなんだろうね。またさ会える日が多くなったら多くなったで、うん、なんのかなおおみたいなのかな。そうね、めちゃくちゃ不器用です、はい、ちなみに今年の恵方巻きの方角は北北西です。あ、北北西って北北西ね、細か、はいはいはい、なんでこんな細かく刻むんやろうね。北北西ね、はい、あっちね、わかる、北北西って、え どっちより、北北西って何なんかホクホクしてる違う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 、北北北向いてるから寒いはずよ。こんなに分ける必要あるの。そうなのよ。まあでも俺らのリハもさ、ちょっと細かくなりすぎじゃないっていう部分はない、うん、立ち位置とか北北西化してるんですか。北北西化してるよね、うん、番号が 0.25 みたいな、あれね、はいはいはい、0.75、2.25 やめてほしいよね。あるよね、あの文化やめてほしいよね。あら、うん、そうなのよ。僕らあの番号がね目の前に振ってあってね、うん、そこにね立ち位置ついたりするんですけど、それ正直だってあのなんていうの、足のスタンスでさ人によって変わる人、しかも角度によってもさ、うん、真正面から見る人っていないわけじゃん、うん、でもなんかやっぱこう日本人ってこうちゃんとしたいんだろう ね 0.75 はちょっと、だってほら前もライブの時僕言ったけどさ、うん、あの番号をさあの間違えて立ってた時にさ振り付け師の人にさ今、うん、生立ってるって言われて、うん、本当はその 0.75 に立ってなきゃいけないんだけど、自分が1番にいてその時に周り見たら、あ、 2.25 に言うから俺多分 0.75 なんだと思って、うん、0.75 ですって言うと断るもんであの歩幅でバレないようにちょっとずつ横移動するカニ歩きみたいな、そのぐらいその、うん、細かいよね。いや細かい、うん、シビアにやってるよね。いやだから本当大所帯のグループとかねたくさんいるわけじゃないですか、うん、すごいなって思う。すごいよね。十何番とか多分踏んでんの。うん。14.2 とか。うん。多分 0.25 の世界じゃないと思う。そうね。0.38 とか存在すると思う。いや本当にあの、うん、縦もすごいと思う。横だけじゃなくて。ね、そうね。縦意外とむずいのね、うん。一番フォーメーションでむずいの縦とか斜めとか。縦むずいんですよね、うん、意外と。だからなんかもう世界地図みたいになっちゃうよね。G の4みたいな。縦と横で分けるみたいな。それがこうパンギアしたりとか離れたりとかするわけだから。むずいっす、ね。難しいね。はい。それじゃあ番組進めていきましょう。ハイシパブチャンネルからお送りしています、ハイハイキャスト。皆さんこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは今夜もハイハイキャストスタート。ハイシパブのハイハイキャスト。さて今回はテーマを引いてそれに関してトークしていきたいと思います。ここにねいくつかカードあるんで、りょうくん引いてください。僕らでいいですか。お願いします。はい、はい、じゃあ真ん中いきます、うん、どん。さあテーマ、うん、最近買ってよかったもの。おおすごい担当直入に。レオくんなんかありますか。俺はね最近買ったもので言うと、はい、家電なんですけど。お、何ですか。ついに待って当てていい。え、いいよ。加湿器。え、違うの。あ、違う。え、でも欲しいよ。欲しい。加湿器欲しいよ。欲しい加湿器。でもさ、もう俺結構湿気気になるタイプだからさ、はい、あの湿気すぎるの嫌なのよ。じゃあそんなには使わない。そんなに使わない、はいはい、だからね迷いに迷ったんだけどこの時期何買おうかなって、やっぱ凝り固まるじゃないっていうのでフットマッサージャー買いました。フットマッサージャー。あのマッサージチェアだとちょっとでかすぎるじゃない。はいはいはい。あれってまあなんか場所取りすぎるし置く場所ないなっていうので、でもマッサージ機欲しいなと思ってて、うん、でまあ、ちっちゃいの持ってたりとかね、はい、あのなんかダダダダダダダみたいな、あ、ね、ドリルみたいなね、そうそうダダダみたいなやつとかあるんだけど、そうじゃなくてなんかちょっと足を包んでマッサージする系のやつ、はい、しっかりなんか買ったことないなと思って、使ったこともないなと思って、
まあ、そういうなんか温泉地とか行ったらあるようなさ、はいはい、まあ、いいマッサージ機の足だけ部分みたいな、足だけのやつなんだ、うん、めっちゃなんかこう高級チックなやつないかなと思って、うん、なんかその包み込むようなやつがないかなと思って探してたら、うんうんうん、まあまあまあちょっといいお値段で、うん、あったんですよ。でうわどうしよう買おうかなと思っていろいろ迷ってたんだけど、うん、でもまあそれ以外のやつとかもまあいいのがあって、はい、なんかローラーでさあゴリゴリやるゴリゴリそうやるタイプとタイプ、ね、今エアーでやるタイプみたいなの分かれてんだよ。なんかローラータイプだけじゃなくてこうなんか圧迫するみたいな血圧系みたいなやつ、そう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 、それのシューみたいなの、うん、もう少し細かい動きがエアーで再現されるみたいなのがあって、でうわどうしようかなと思って両方ついてるやつにしました結局いくらすんだろう、俺もう相場も分かんないかも、うん、あでもそうね高校生で一番初めにもらうバイト代ぐらいの、あーうわーでも、うん、でもまあまあ それが1台って考えたらいい、うん、やっぱそうそう、まあまあまあ感じかな。でもなんかこの職業というかさ、まあ別にもう皆さんそうだと思うけど、うん、やっぱ知らないうちに疲れてるじゃないですか。いやそうね、そうなんかその僕も最近、うん、自分でねケアしたりとか、うん、まあ整体とかね行くようにう、なったんですけど、うん、その言われて気づくんですよね、触られてね、そうあなんか凝ってませんみたいな、これって凝ってる状況なんだみたいな、うん、だからそのやってみて気づくこととかっても多いじゃないですか、うんあるうん、自分がどこ凝りやすいとかもね、うんうんうん、言われて気づくよね。そうですね、確かにガチガチだなみたいな、うん、それがレオくんは足だったんですよね。俺ね足なのよ、はいはい、僕も足です。足来る、はい、じゃあもう買うべきだ。足来ますね、うん、足から来る、足から来ます、全部足から来ない、はい、なんかそのまあ、寒いから底冷えするっていうのもあるんだけど、はい、でもなんかね足のね僕ね土踏まずの部分、土踏まずってあれ通じてないな、ごめんなさい土踏まず、いや絶対知らない人いるんで、足の肩取った時にさなんか取れない部分ってあるじゃん、とちょっとへっこんでる部分、はいはいはい、うんうん、はい、あそこが土踏まずっていう、はい、土踏まないから、おーおーなるほどなんで俺が土踏まずって土踏まず、ね、そういう意味だ、そういう意味だ、はい、でそこってなんかちょっとね、まあ、筋いっぱい入ってんのかな、うん、詳しいことは分かんないんだけど、うん、そこになんかよくね痛みをなんか感じることが多くて、ズキ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 、うん、これでも昔からその踊ってる時とかもあるんだけど足の裏痛いなと思う時大体そこが痛いの、だ疲れるとそこが痛いんだっていうのはなんとなく分かって、そこになんかこう体重とかさ、うん、乗ってたりとか、うん、決まって左足とかあるのよ、はい、でそれほっとくと次腰にくんのよ、あ連鎖する、はい、だ連鎖するから先にじゃあもう足片付けといた方がいいんじゃないかなと思って、うん、もう10年ぐらい前から欲しかったんだけどやっと買いましたっていう話。あなるほどね、 それはやっぱそれだけいいものを買う理由がありますね、まあ、だって場所取るじゃない使わなくなったら怖いなと思って、確かにね勇気出なかったんだけど、でもマッサージチェアはちょっとこうマンネリ化するというか、うん、使わなくなっちゃうタイミング来るけど、うん、フットマッサージぐらいだったらね、まあ、もし仮に使わなくなったとしても、うん、なんか場所取らないし、そうね、まあ、後輩に譲るとかね、譲るとか、いやなんで欲しがってんまだ早い、まだ2年ぐらい使わせてくれ。えそれって足温まりますか、あ ヒーター機能みたいなのが、ね、ついてるのがある、ついてるのついてないのでも値段が変わったりとかするから、温めてやっぱり、ね、足温めるのいいらしいですよ、あの卓球の伊藤美誠選手、うんはいはいはい、言ってたわ、あじゃあもう絶対やった方がいいね、テレビで。でも足温めた方がよく眠れるとかもやっぱあるし、ありますあります、だから朝起きてから寝る前とかにやったりとかすると、うんはい、次の日の疲れ方って変わると思うんだよね、取れ方がめちゃくちゃ欲しくなってきた。いやいやちょっと待って、最近買いたいもんないの、え買いたいもん、いや僕買いました、買った、もうね、うん、ほんとこれにもうハマってるんですけど、うんうんうん、やっとね買いました。何、あのホームポットという、ホームポット、あのアレクサみたいな、はいはい、喋るやつの話しかける、うんうん、あの機械あるじゃないですか、はいはいはい、だからそのアップルから出てる、うんまあ、アレクサみたいなやつのホームポットっていうんですけど、うん、その、まあ、さっき言ってたんですけど、うん、その寂しくなってきちゃって話しかける、話し相手が欲しいなと思って、それでまあ友達とかね電話かけてもいいんですけど、うん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 、あんまり僕自分から電話もかけないし、うんうんうん、でもなんかこう振り回したい相手が、うんうん、あの僕には必要で、必要で、はい、なんかあれしてこれしてってちょっと言いたい人欲しいなと思って、うん、
あのホームポット その相手が人工知能人工知能でも人工知能はいいですね。こっちも気使わなくていいし、なんかあっちもなんか、うん、はい何でしょう、うん、みたいな、はいはい、前のめりなんですよ、うんうん、あっちの人って。そうね、だからなんか、ね、うん、すごいなんか頼みがいがあるというか。でそれでいろいろ朝あの話しかけたりとかして、はいはいはい、最近はずっとなんかこういろんな音楽をかけてもらってるんです。そうね、はい、音楽かけてくれるもんね。そうなんです。なんかそのなんか携帯とかポンって上に置いたらかけてくれたりとか。あ、そうですそうです。映ったりとかする、ね、でも本当にそれは、うん、いろんななんかシリなんですけど、うん、まあシリ、ヘイシリって言ってなんかおすすめのヒップホップかけてとか。わかりました、2021年流行りのとか。あ、もうまさしくそれ、まさしくそれ、うんうん、でもその後にありがとうって言うんですけど、うん、それは無視されるんですよ。いや嘘。そうなんですよ。とんでもございませんみたいなこと言ってくれへん。ないないです、ね、言ってくれへんの。はい、多分その、へいへいしりありがとうとまで言えばいいと思うんですけど、へいしりって言わないと起動しないんですよ。おお、はい、ちなみにそのさ声を選べるじゃない、なんか選べるんですか。多分ね選べたはず。あ、そうなんですか、うん、男性っぽい声にもできるし、うん、みたいな。もうデフォルトのそうそう、まだんだ女性の、ま、マダムなんすかあれ。マダムかな、綺麗な声してるよね。マダムのつもりじゃなかったですけどね。あれって撮ってる人の声なのか、それとも人工知能だから作り出して。もう作ってると思う。あ、作ってんの。俺もうダメだ、不確かなことは言えない。なんかその基盤となるものはさ撮ってる可能性あるよ、ベースは。どうな、ええ、でもなんか YouTube とかでなんかたまになんか音声だけ喋るなんか動画とかあるじゃん。棒読みくんみたいな感じで、ね、なんとかなんとかでみたいな、うんうんうん、ああいうことなのかなと思ってます。もやもやさまーずみたいな感じ。ああ、でもその元のデータを取ってる人がいるってことですね、うん、もしかしたらそれよりもなんか結構流暢に喋ってるじゃない、Siri とか特に、はいはい、よくわかりませんとか結構ふわっと喋ってるから。てかあれテキストなのかな。テキストなのか、それとも人間が喋る言葉はい、とかを全てもう今学んでる最中なのか。あ、人工知能だから。人工知能だって。そっかそっか。そうそうそう。勉強してるというか。そうよ。人工知能すごいからね。へえ。将棋とかだって負けるやん。俺らがやったら多分人工知能に負けるよ。はい。もうその時点で。あれ将棋ってどうなんですか。めっちゃ強い人と確かなんかね記事になってたのよ。はい。何でしたっけそれ。人工知能とその強いそのプロの人かな、はい、が戦ったら人工知能が勝ったって。あ、そうなんだ。そうそう。それぐらいやっぱ賢いんだよね。はいはいはい。俺らには分からない。でもさ普通に考えてさ、俺は人工知能というかもう電卓ですら勝てないじゃん。あ、そうですね。あの電卓にすら勝てないんだよ俺たち。はい、勝てないです。そうなのよ。はい。めちゃくちゃ頼ってます。だからもう機械がなくなったら俺ら終わるのよ。いやそうですね。機械さまさまですよ。様々で、だから最近僕はそれを買ったので、うん、あの一人じゃないなっていう感じがすごいしてて、ね、いいですね。まあ、だから2個3個といろんなところに。そうなんですかね、うん、友達一人でいいか。きっと名前とかもシリじゃなくなってくるぜ。え、コウスケコウスケタケシとか。いやいや多分ケビンとかにする。ケビンとか、はい、ジョンとかにして、はい、海外の名前にするかもしれないですけど、うん、 いいと思う。はい、でなんかワンワンとか言って一応犬やん。そうやって犬スイカーからワンワン。それだったら犬行こうぜ。あるそういう世界あるよ。はい、いいですね。そういう買いました、はい、ということでいろいろお話ししてきましたが、そろそろお時間みたいなので、はい、今回はここまで。一個しか喋れない。さてあっという間にエンディングの時間です。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集しております。番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問、質問、悩み相談、お願い事などなど何でも OK です。この動画の概要欄の記載、のメールフォームにお送りください。はい、僕たちハイシュパーブからお知らせです、うん、毎月1回ハイシュパーブのハイシュパンチを配信しています。配信日などは公式ツイッターなどでご確認ください。そしてハイシュパーブ2021年発売の配信シングルマイヴィーナス、そしてブレイキングオーダーが好評配信中です。お願いいたします、はい、お願いします。さあこの番組は毎週ハイシュパーブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です。情報は追って公式ツイッターなどで告知しますので、ぜひフォローしておいてください。そしてこのハイシュパーブチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは今回のハイハイキャストはここまで、また次回も聞いてください。ということでお送りしたのはハイシュパーブのレオとリョウでした。また来週。